おばタートルトークやってんじゃん、これ。おばタートルトークだ。おばタートルトークやってる。ちょっと行こうぜ、行こうぜ。よし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 。ちょっと見ようぜ、見ようぜ。あー、皆さん。それでは、今からおばタートルトークが始まります。始まるね大きな呼んでみましょう。それでは、行きますよ。せーの。クラッシュー最高最高だぜー出たクラッシュだ、こんなにたくさん人がいるぜーみんな、こんにちはこんにちはおー、元気がいいじゃないか。お前たち、最高だぜおーおいおいおい、ちょっと待ってくれ。俺たち、ウミガメの挨拶をしっかりできてないやつを見つけたぜ。一番前の白い服を着ている男の子。あ、ピンクだ。あれ？あー、ちょっと海の中からだと白に見えるぜこれが白に見えてんだって海の中からだと、じゃあピンクの服を着ている男の子おー、そうだ、名前はなんて言うんだいなんて言うんだいそうだよーし、わかった、ユーシーそしたら、俺が最高だぜって言ったら二つの両方のヒレを高く上げて、ウォーと、そうだそうだ。よし、行くぞ。よし、最高だぜオッケー、最高だ拍手マジよしよし。じゃあ、ユーシー、このままユーシーに聞こうかな。今日は誰と来たんだい？パパ。おお、パパっていうのはどこにいるんだい？隣。おお、隣の黒い服を着ているのがユーシーのパパか。はい。おお、じゃあパパにも聞こう。パパ、はい、今日はどこから来たんだい？東京の世田谷から。世田谷、すげー。なんだこれすげー知らないけど、世田谷ってどこだカメラが知らない。これは、海の中にいるから知らないんだよな。よーし。じゃあ、パパ。パパは名前なんて言うんだい？あ、僕、りょうたです。りょうた。りょうた。りょうたはさ、有志から、これ何？あれ何？って質問をたくさんされた経験はあるかい？あります。あるよな、あるんだよな。俺もさ、息子のスカートからいろんな質問をされるんだ。だから俺たち気持ちがバッチリ通じ合ったな。俺に質問がある人、キレを上げて。おー、ユーシー。今日はユーシーばっかりで大サービスの日だな。それじゃあユーシー。俺に聞きたいことは何だい？どうして亀なの？どうして亀かだって？わかんねえ。どうだろうな。生まれた時から亀なんだよな。じゃあ、ユーシー。ユーシーは、なんで人間なんだい？知らない。わかんねえよな。でもな、そうやって生まれた時はわかんないけど、大人になるにつれて、どんどんわかることがたくさん増えてくるんだ。そうすると、好きなものもたくさんになるし、好きな人もたくさんになるんだ。だから、ユーシーもたくさん好きなものを見つけてくれよ。それじゃあユーシーに拍手。よし。
挨拶最高だぜ。おお、勇姿忘れてたな今。勇姿忘れてたぞ。よし、じゃあもう時間だから今日はここまでとしよう。勇姿、そしてりょうさん、たくさん楽しいお話ありがとな。それじゃあ、またな。バイバイ。どこ行った？はい、皆さんありがとうございました。クラッシュに大きな拍手を。楽しかったね。失礼しました。クラッシュではありませんでした。おバッシュに大きな拍手を。いやいやいや、最初からクラッシュって言ってたけど。本日は誠にありがとうございました。おお、面白かったね。いや、面白かった。よし、じゃあ次行こう。あっちの小畑島運転があるから、次行こう。よし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 、こっちこっちこっち。